いい歳してまだ彼氏もできないのかよ、バーバー。家族と一緒に暮らしてて惨めにならないの？特に彼氏を作る予定はないかな。旦那が亡くなって、もう結婚する必要はないと思ってるし。何、のんきなこと言ってんだよ。いつまで俺たち家族と一緒に住んでる気？いつまでって言われても。そろそろ嫌なんだよな。バーバーが同じ屋根の下に住んでるとか。そんな言い方をしなくても。まあ、確かに。私ももう限界だわ。もしかして、別居できんの？やったー！もう俺こんなババアと暮らすの嫌だもん。あのさ、それがおばに向かって言うセリフなの？私だってあなたたちと暮らすのに気を使ってるのよ。そんな風に言われるのはさすがに嫌というか。気を使って当然だろ。俺ら家族と一緒に住ませてもらってんだから感謝しろよ。いや、一緒に住ませてもらってるって、なんでそんなに上から目線なのよ。家に転がり込んできたのはそっちなんだけど。ママたちが言ってたよ。お前の家は俺たち家族のものだからって。ババアはさっさと出ていけ。と言われましても、この家は私のものだし。あんたもさ、いい加減手放したらどう？夫と住んでいた思い出がいっぱい詰まった家なんだろ？そういうきしょいこと言って可愛い年齢でもないじゃん。なんでそういう言い方になるかな。本当に、翼も一丁前に反抗するようになったんだね。あ、俺だってもう21だぞ。ガキ扱いしてんじゃねえよ。そっか、もう21になったんだね。一応世間では成人扱いされるわけだけど、その調子じゃ、まだ大人とはほど遠いわね。なめんじゃねえぞ、ニートババ。お前みたいな引きこもりが家にいるだけで恥ずかしいんだよ。人のことガキ扱いしてる暇あったら出ていけ。ニートなのは翼でしょうが、バイトはやってるんだっけ？大学にもろくに行ってないんじゃないの？なんだよ、親面でもしようってのか？調子に乗ってんじゃねえぞ。そうね、この際だから言わせてもらうけど、大口叩くくらいならしっかり家事くらいしたらどう？遊んでばかりで何もしないんだから。お前に言われたくねえよ。あんた近所でなんて言われてるか知ってるか？家に住み着いたお荷物ババアだよ。義士夫婦の優しさで住まわせてもらってるニートババア。え？何それ、そんなこと言われてるの？俺が言いふらしてやってるからな。邪魔なおばがいるとおいも苦労するぜ。そんなことしてたの？アホなことしてる暇があるならもっと生産性のあることしないよ。さっきから俺のこと舐めてるみたいだけど何なの？言っておくけど、俺はあんたよりやることやってるから。へえ。例えば？あんたと違って彼女いるし、ババアに彼氏がいないのに若い俺に彼女がいるって。ごめんな、世の中平等じゃなくて。そんなことでマウントを取っているつもりなの？いいからさっさと出ていけよ。もうババアと一緒に住むなんてゴリゴリだ。あんたの部屋、俺の彼女の部屋にするつもりだから。さっさと荷物まとめてくれよ。そういうことだったのね。そこまで言うなら、前向きに検討するわ。私も別居については賛成だし。マジ？やっとあんたから解放される。さっさとしてくれよ。はいはい。ねえ、私の部屋入った？物の位置が変わってるんだけど。彼女が部屋の下見に入った。いろいろ見せてもらったよ。はあ？何を勝手なことしてるの？ずっと言ってあったよね、部屋には入るなって。仕事で使うものがあるんだから困るんだよ。ああ、それだけどちょっとびっくりしたわ。もっとオタクっぽいものが揃ってるんだと思ったけど、割と部屋普通なんだな。ふざけないで。いい？もう絶対に入らないでよね。ねえ、私のヴィトンのバッグ知らない？この前使ってから見当たらないんだけど。知りませんよ。またどこかの洗濯物の中に埋まってるんじゃないですか？また？やっぱ私には家事できないから、さくらちゃんやってよ。どうせいつも家にいるんだから時間あるでしょ？家にいるからって暇なわけじゃないんですよ。私が仕事してるの分かってますよね。そうかもしれないけど、私と比べたら時間あるでしょ？私はパートで毎日忙しいんだよ。その判断基準がよく分かりません。
家から出て仕事をしている方が忙しいんですか？そりゃそうでしょう。だって通勤時間とか化粧の時間とか準備の時間もあるし、そういうのさくらちゃんは何もないんだよ。そういう仕事を選んでいるのはルミコさんなんですから、嫌なら在宅の仕事にすればいいんじゃないですか？そんなこと言わないでよ。パートはすぐに休みが取りやすいし、融通聞かなければすぐ辞められるからいいんだって。さくらちゃんは私がパートにこだわる理由知ってるでしょ？はいはい、何度も聞かされてますよ。行きたくなった時に海外旅行に行けるようにですよね。正社員だと休みが大型連休しか取れないからパートにこだわってるんですもんね。その通り。同じような価値観の旦那さんと出会って結婚してお互いパートで生きてるんですもんね。よくお分かりです。だから普段はお互い結構忙しいんだから、翼の海外旅行分も稼いであげないとだし。それについてですけど、少し翼のこと甘やかしすぎじゃないですか？最近は特に態度が反抗期レベルじゃないというか。あの子の反抗期なんて今に始まったことじゃないし、一人っ子で大切に育てちゃってるからさ、仕方なくない？それにしても私ももう我慢の限界というか、この前なんて勝手に家に彼女連れてきて無断で私の部屋を物色したんですよ。それはちょっとひどいかもね。でも家族なんだし多めに見てあげてよ。私からも何とか言っておくからさ。息子だからって甘やかしすぎなんですよ。本当にどうにかしてくれないと困ります。もう別居していただきますよ。そんなこと言わないで。分かったってちゃんと言っておくから。お願いします。おいババア、お前が家にいると目障りなんだよ。もう彼女引っ越してくる気満々なんだぞ。お前が出て行ってくれないと部屋がねえだろ。ママに住まわせてもらってるの自覚してさっさと出て行け。出て行くのはお前だよ。あ、ちょうどよかった。今連絡しようと思っていたのよ。正式に別居が決まったからさっさと荷物まとめて出て行ってください。なんだって？意味がわからないんだけど。出て行くのはお前だから。誰の家に住ませてもらってると思ってんだよ。私の家にあんたたちが住ませてもらってんのよ。違うだろ。お前の亡き夫でありママの弟が残した家なんだから、俺のママがもらって当然だよ。もし仮にこの家が私の元夫のものだったとしても、この家を継ぐのは配偶者である私だし、そもそもこの家は私が自分名義で購入した私の家だから、誰に何を言われようと私の家だよ。うわ、ブケる、マジか。まあどうでもいいや。もうこの家は家族が住んでるんだし、家族のもんだろ。なわけないでしょ、アホ。さっさと荷物まとめて出て行きな。そんなわけに行くかよ。ママたちが言ってたよ。お前のものは俺たち家族のものになるって。そういう願望でしょ。ずっと言われてきたからね。あわよくば私の家を乗っ取ろうと思っているのは知ってるけど、この家を明け渡す気はさらさらないから出て行け。待てよ、冗談だろ。あんたが家から出て行った方が早いじゃん。私が自分の家に住んで何が悪いんだよ。ずっと私と別居したいって言ってたよね。さっさとあんたたち家族全員まとめて出て行け。待ってくれよ。そんな突然どうしたんだよ。俺何も悪いことしてないだろ。それだけど、私の部屋にあった高級時計返してくれる？え？おお、俺の？彼女が欲しいって言って聞かないんだよ。だからちょっとだけ貸してやってくんない？貸すわけないでしょ。あれは仕事で預かってる大切な時計なの。さっさと返しなさいよ。え？マジ？まあそれなら彼女に連絡してみるけどさ。あんたのママの高級バッグを盗んだのもその彼女なんだからね。なんだよそれ、ママのバッグを盗んだ？あんたのママが大切にしてるヴィトンのバッグ、ここ数日見つからないから監視カメラで見てみたの。そしたらあんたの彼女が持って家を出るところしっかり映ってたけど。はあ？なんだよそれ、いつ？あんたが無断で彼女を家に入れた日の後、私がスーパーに買い出しに行ってる数分間誰も家にいなかった時に家に侵入してたよ。なんだよそれ、犯罪だろ。あんたまさか合鍵とか渡してないよね？渡してない。俺の鍵がないんだけど。アホすぎ、呆れて物が言えないわ。
さっさと全部返してもらってきて。あいつ、さっきから電話に出ないんだよ。じゃあ、家に行って取り返してきな。俺、あいつの家知らないし。はぁ、これだから甘やかされて育った人間は。家に転がり込んできた時からヤバい気はしてたけど、まさかここまでだったとはね。どうしよう、逃げられたとかないよな。私が知るわけないでしょ。もし時計が戻ってこなかったら、あんたにしっかり弁償してもらうから覚悟してね。待ってよ、そんな金ないよ。俺バイトもしてないんだよ。なら働けよ。ママとパパみたいに必死にパートにでも出とけ。でも俺まだ信じられないんだけど、家がママたちのじゃないって本当は？だってあんた引きこもりのニートだし。在宅で働いてるんだって言ってんでしょうが。あんたのママとパパはね、海外旅行に行きたいからってパートで稼いでは全部旅行代に使っちゃう人たちなの。だから持ち家なんて買えるお金はないってこと。マジ？でもせめて賃貸すればよくね。日本の賃貸は基本2年契約だから無理よ。それにあんなにすぐにクビになる夫婦になんて誰も家を貸したくないでしょ。それマジなの？ってことは俺たちってこの家を出たらどこに住めるの？どこにも住めないかもね。そこは私の知ったことじゃないし。ちょっと待ってよ。そしたら俺我慢するから一緒に住むよ。あんたの家でいいから。はあ？あんた人を舐めるのもいい加減にしろよ。私があんたたちなんかと住みたくないって言ってんの。そんなこと言わないでよ。ごめん、今までのことは謝るから。今まではあんたたちの都合にお情けかけてやってたけど、いい加減プチンって我慢の限界突破したわ。さっさと出ていけよ、クズ家族。じゃなきゃ物全部捨ててやるから覚悟しろ。その後、家族全員で頭を下げ、住ませてほしいと懇願したそうですが、恩をあだで返すような家族に対してさくらさんは、もう情けをかけようとは思わなかったそうです。甘やかされて生きてきた翼さんは結局、彼女にも逃げられ、家族にも切れられてしまったんだとか。パートを始めてやっと社会の厳しさに気づいたみたいですよ。何の根拠もなく、威張り散らす人は、もっと社会で揉まれ、自分の無力さを学ばないといけませんね。